駅前にありましたホテルアソシア名古屋ターミナル、ご存知の方誰もいない、ああいた、嬉しい。マリオットアソシアホテルというのが名古屋駅にできたんですね。そこで名古屋ターミナルと古いようなホテルで総支配人をしておりました柴田です。こんな機会があって嬉しいです。ただ時間が短すぎる、これは18分で喋れというのは、これはよほど技術がないと、僕はあの総支配人ですからね、喋るのは趣味じゃないから難しいなと思います。12年に名古屋駅にマリオットアソシアホテルができました。で、私どものホテルは昭和49年、誰も生まれてない、その時に、できたホテルですから、古いホテルと新しいホテルが、同じ名古屋駅に出来上がるわけです。だからさあ、そこでどう立ち向かっていくのか、どう戦いをするのか、言葉はちょっと強いけど戦いになるわけですね。戦いというのは勝つか負けるかですね。問題はこの戦いの仕方が、僕は問題があると思う。どんな戦いをするべきかということで、みんなと話をした。ちょうど従業員200人ぐらいです。どんな戦いなのか、どうすれば勝つのかな、あの巨大なマリオットに。見ただけで腹が立つぐらいでかい曇りの天気の悪い日なんて上 見えないね、あれね、眺望がいいなんて嘘だよあれはね。そんな中でその連中にどう勝つのか、いろいろ話しているうちに答えが見つかりました。簡単ですね。簡単というより、ああそんなに難しいことじゃないなというふうに思って、2つある。1つは誰かの役に立ってるかなって、僕は生きてて誰も存在感を知らないじゃなくて、きっと僕のことを、僕があの人にサービスをすることによっておばちゃんが喜んでくれる、僕が何かのお役に立ってるなということが一つ。もう一つは誰かがちゃんと僕を見ててくれる。それはどういうことか、僕が仕事をしている、僕が苦しい時に声をかけてくれる、元気か、大丈夫か、あ、一人じゃないんだ、家族以外にこういう人がいるんだということが、僕は生きていく励みになる。そうかと、戦うということはこのことを、この2つのことを会社としてやりきればいいなというふうに思ったわけ。そうするとまず一つは家族、こういうテーマに自分たちが思った。そうすると家族ということは、後ろにいる奥様、旦那様、父さん、母さん、じいちゃん、ばあちゃん、みんなを一堂に会して呼ぶ機会を作ろうか。12月30日に感謝の夕べというのをやりました。これが従業員のスタッフの父さん、母さん、家族が全部集まる、約800人集まりました。200人の従業員ですけど、それでこれを10年ずっと12月30日にやり続けてきた。そこで父さんに僕が挨拶する、ありがとうね、奥様にいつもご主人ありがとうねって、このことによってすごくそのスタッフとの距離が縮まるわけ。僕がちゃんと見てるなということがそこで証明ができるわけ。これが一つの私たちの取り組みの、戦いの取り組みです。10年間僕は学科試験をなしにした。そんなに学校の成績っていうのが企業にとって必要なんだろうか、僕はそうじゃないような気がした。学校の成績が悪くていいということではないですね。そのことをすぐ会社の中に入れるかどうか、これ違うな、いいよ試験はやらないでおこうと。で面接だけ、いわゆる1対1、2対1、3対1ということの面接だけでやりました。だからこの子たちに学校を作ったろう、学校で企業の中でいうことで、
アソシア面白学校という学校を今から10年も前に作りました。そして従業員が毎月第3金曜日の19時になると集まってくる。こうしてで勉強するのよ。算数、国語、理科。企業に必要ないでしょと。いや必要があるんだよね。さっきの話、どうやって売り上げを伸ばす、そんな話いいの。どうやって素敵なサービスをするの、いいの。そんなことは僕は一人の預かった子がどれだけいい生き方をするのか、輝けるかどうかということを企業がしてあげなきゃいけないじゃないか。それが企業の役割じゃないか。効率化では私は人は育たないと思う。あえて申し上げたいわけだ。だからホテルの戦いというのは今言ったようなことをやりかえ始めていく。会社にいる時間を楽しくしようみんなが言い出した。会社にいる時間を楽しくするにはどうしたらいいのか。僕サークル作ろう。今日の愛知大学のゼミじゃない、サークル学内に作るということと一緒。会社の中に作った劇団アソシアで作った、ブレーメンの音楽隊で作った、そしてピカピカチーム、これ頭じゃないんだよ、掃除をするないうところを作った。それで花組さんって作った。みんなが自発的に会社にいる時間の中に自分がいかに楽しくする時間を作ろうといって自発的にサークルが出来上がっていく。今申し上げたようなサークルがポン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 と出来上がっていく。年に1回お客さんを呼んで裸の王様やろうなんていうことでやりました。お金取ったら来ないから、お客さんランチつけただけ、日頃ランチの値段と一緒のものでお客さんに1時間の演劇する。ブレーメンの音楽隊が音楽を演奏する、歌を歌う、お客様がすぐ上手になったわね。いつの間にか歌でお客様とのその子がコミュニケーションが始まる。今度どっか旅行行ったらお土産持ってきてあげるわって言って、おばちゃんたちおじちゃんたちがうちのスタッフに対してお土産を持ってきてくれる。どこにあるでしょうか。ホテルのスタッフに京都のお土産だって硬い八つ橋を持ってくる。もっと柔らかいの欲しいななんて、あじゃり餅が来たり、そんなことをする。いつの間にかお客様との関係じゃなくなっている。そんなことをやりました。中に心を病む子がいた。200人の中に数人いた。どうしたらいいんだろう、診療ないか。いやそうじゃねえだ、うちで預かったこの子がうちの会社で元気にならない、おかしいじゃん、だからお医者さんに行く。違うだろう、うちで治そうよ。この子アソシアファームで作った、農場を作って、農場で種をまき、水をやり、草を取り、さあ秋に収穫をする、みんなで一緒になって食べる、手を洗う、みんな揃う、揃ったか、じゃあいただきます。言葉が自然と出る。一人だけ食べるわけじゃないから、みんなが揃うまで待つ。今家の中では父さん帰ってくるの待つ、ご飯で。いいいい、父さんなんて遅いから食べちゃおうなんて母さん言わないか。でいつの間にか二人だけでご飯食べて、父さんはいつも帰ってきて一人でお茶をかけながらご飯を食べる。つらいな。よし会社ではそうじゃない、いつの間にかしつけなんて言うけど、そんなこと言わなくてもいい。ファームを作ることによって、味噌を作ることによって、トウモロコシを作ることによって、トウモロコシなんか中に虫が入ってる、キャーって驚くか。お母さんは驚くよ、皆さん方の。でも作ったらトウモロコシ中に虫が入ってる、かわいいで湯がす。もしスーパーで買ってきて虫が入ってたら、
こんなのおかしいわよなんて言ってスーパーに文句を言うお母さんがいるかもしれない。私はいつの間にか生活のリズムが変わってくる。絆がだん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 父さんと母さんの絆がなくなってくる。自分たちの絆もなくなる。だから心の中の叫びを聞く人がいない。よし作ろうじゃないかって、会社に先ほども言って学校を作った。そして今申し上げたようにファームを作った。そして音楽サークルができる。そして劇団サークルができる。花組さんという家に咲いてた花を持ってくる人がいる。こんなことがあのバリオットに向かって戦う戦術だと思う？みんなもっときれいなサービスしなくちゃ、もっといい英語を覚えて How do you do を言った方がいいと、まあその方がいいと思う？違うのよ。僕やってみて、それがそんな学校を作って会社にいる時間が楽しいなということになる。私はこの頃企業ちょっと違ってるように思う。今日喋ることではないかもしれん、いつかは喋りたい。みんなにもっと優しくしてほしい。働いてる子、燃えてる子がいる。そして辛い子もいる。その辛い子が、心を病んだ子が会社の中で治してあげる。そういうことがやらなくて何の企業の仕事だと思う。僕は企業っていうのは働く子が一番いい時間くれるわけ。朝の9時から夕方の5時までくれる。平均的に言えばそんないい時間を会社にくれる。だとするならこの会社に入れてよかった。早く会社に行きたい。長く会社にいたい。あまり休み取りたくない。そんなことが言われる会社にしてみたいな。よし、だとするなら褒めることをやろう。嫌なとこ見つけるな。僕は管理職に言った。自分も大したことないのになんでそんな人の嫌なとこ見つけるな。できないとこ見つける。そうじゃないだろう。優しいとこ見てやる。いいとこ見てあげろ。夢ありがとう書って作った。月に1回ずつ3000円です。皆さん方大した金額じゃない。そこに僕は賞状全部で手書きにした。ワードじゃないぞ、手書きだぞ、ね、一人一人全部違うぞ。以下同文じゃないぞ。あなたのために書くんだ。書いて3000円出してみんなのところで月に1回ずつおめでとうって夢ありがとうしよう。父さんと母さん連れて京都旅行に行き、全部この子が僕が払いました。すごいな。夢ありがとうしよう。考えられますか。会社で、会社にどうやって販売力をつけたのか、営業力をつけたのかということじゃなくて、じいちゃん連れて京都に行った。夢ありがとうしようだ。年に1回ずつある誕生日がある。一人の誕生日を会社で祝おう。ホテルで一番うまい料理作ろう。うどんじゃねえと、おいしい料理作ろう。シェフに頼んで1月から12月までそのシェフの自慢の料理を食べてもらう。ありがとう。うちでもやってくれないようなことを会社がやってくれる。これがその子たちが心を開くことになっていく。嫌なことをやるな。学科はやらんでもいい。褒めることを考えろ。柴田さん褒め上手だなと言った人がいる。僕に真似しなって言って、けなすことばかりやるんじゃなくて、あんたも真似したらいいじゃないかと、褒めてあげたらいいじゃないかということがうちのホテルの中でやりました。時間の関係が来るから辛いけど、1時間ぐらい喋りたいけど、僕は後に人がおるからもう怒られるけど、従業員の方からいいかね、赤字がずっと続いて今年から黒にしたいと言った時に、従業員の今のそんな音楽隊の人、花組の人、劇団の人、みんな集まった。従業員が200人が何を言ったのか。ソシャーニン、僕たちの給料を1割引いてください、取ってください。その取ったお金で会社に
黒字に使ってみてください。あるかこんなことが。銭よこせは聞いたことあるぞ。時給を上げようは聞いたことあるぞ。だけど僕の金をだな、1割ポケットから出してな、それを会社に使って会社をプロにして、僕はこれはマリオットに勝ったと思った。ここの戦いが従業員たちのスタッフたちのこの会社は僕の会社なんです。僕たちの会社なんです。僕の家族の会社なんですという気持ちになってくれた。この子たちがすごく会社にいる時間を楽しくしてくれた。いつの間にか自分たちで払った金で1割引いてくださいという金を出してくれて、会社が13年度に黒になった。800万円の。でも本当は黒じゃない。従業員がポケットから1万円札を出してくれて、よし頑張ろう。誰も一人も生きてて必要のない子はいないよ、日本の中には。勉強ができないからといって意味のない、そんな子はいないよ。ぜひそういう企業を目指して、日本の中で多くの人たちに優しい、人を思いやる、そんな会社になってもらいたい。僕は自分たちが今日はこうすればいいじゃないの、実践です。13年度から動いてきたことを見て、そのことが皆さん方にとって何かに役に立てばと思って出てきました。いい会社作るにはいい社員、いい社員を作るにはいい社長でなきゃダメ。悪いのは社長だけ。従業員が悪くなったなんていうことは聞いたことがない。ぜひみんなが明るくて楽しくて我が家のように働けるという会社が日本中になったら、私は日本は本当の意味で栄えるんじゃないかなと僕は思うんですけど、違うでしょうか。前の人が終われって言いました。またの機会があったら喋りたいです。終わります。ありがとうございました。